こんにちは、フラットチャンネルパパです。今日はですね、ママさんと2人でランチングです。で、今ですね、これ金沢市与那泉2丁目の交差点を過ぎました。米の泉と書いて与那泉ですね、金沢市与那泉でね、今与那泉1丁目の交差点通過してランチしようかなと思ってるんですが、まあ、もう本当にすぐ近くで食べます。で、これも少し行くとね、横川の交差点ですね。横川、金沢では横川、横川っていう地区もありますけどね。で、ここですね、この横川の交差点、もう本当にここ徒歩圏内のところで歩いて行けるところでランチしようかなと。左にね、これ8番ラーメン見えてますね。これ左側なんですけど、これ曲がるとメガドンキのラパーク店がある方ですね。で、ここの実は信号の角、ここです。駐車場入ります。こちらです、本格中華料理。こちらでですね、今日はランチをしようかなということで来ました。はい、それでは駐車場到着です。リカローですね。リカローはですね、金沢市与那泉横川の交差点のところにあります。こちらですね、交通量が非常に多いところです。ここの交差点にあります。まあ本当にこんな感じですよ、交通量が多いところの交差点の角にリカロー本格中華料理と書いてあります。それではですね、中入りましょうか。表にね、おすすめということで書いてあります。鶏肉野菜丼と台湾ラーメン、新進飯と台湾ラーメン。うわ、めっちゃいいね。でも中に入ってあるかな、メニュー。ほら、番号覚えてるけど、餃子とラーメンとチャーハンってあるよ。そう、で、5番、担々と醤油、5番、3番。まあ、表で喋っててもなんなんで、中入りましょうね。入店します、お邪魔しますということで、もうここ座りましょう。ボックス型のテーブル席、広めのとこですね。ここ座ります。着席ということで、もう早速注文しましょう。すいません、そしたら油淋鶏で半ラーメンでお願いします。で、麻婆茄子で、どっち？はい、はい、はい。選べるランチセット11時から2時半まで800円。メイン21品の中から選ぶと、おかず2品がついて半ラーメンか杏仁豆腐か選べます。こんな感じですね。そしてね、ラーメンセットっていうのもあります。ラーメンとご飯ものの組み合わせができますね。こちらも800円、ランチタイムのみ。そして定食系、これランチタイムじゃなくてもこの値段でいけると思います。定食系も写真付きで分かりやすく豊富にあります。そして入り口にはね、おすすめ品というのが書いてありました。あとですね、こういうグランドメニューの方も写真付きで非常に分かりやすくメニュー載っておりました。店内です。店内はですね、テーブルボックス席メインですね、まあ、広々と座れるような感じになっております。こんな感じですね。そして店名リカローと呼びます。リカロー
俺取らんでよかろう。はい、あ、麻婆茄子料理来ました。麻婆茄子来ましたけど、ラーメンと杏仁豆腐がね、ちょっと配置が違ってたので、まあ、このまま店員さん持ってくるのもあって途中で入れ替えます。はい、ママさんとこには油淋鶏逆に来ましたね。杏仁豆腐とスープがついております。それではチェンジ、入れ替えします。はい、配置転換。いただきます。麻婆茄子美味しそう。これちょっと大丈夫、ピリッとこうね、食べてみて。
つるんつるんの杏仁豆腐美味しい。甘みもバッチリ。ごちそうさまでした。完食です。ということで、今回は金沢市与那泉にあります本格中華料理リカローにお邪魔いたしました。ランチタイムはね800円でね、麺選べて、おかずが2品ついて、半ラーメンかもしくは杏仁豆腐選べるという非常にお得なセットを食べました。そしてね、味の方もね美味しかったですし、量的にもね少し多めで本当にちょうどいい量です。それでは皆さん、またね。バイバイ。